さて、それでは予想通りの結果となったわけですが、どうしようかな。そうですね。引くんですけども、まあ、この辺が難しいな。ここやな。僕は苦手なのは、使うも対戦するも苦手なので、まあ、誰が出るんやっていう12分の1ですからね。いうところですよね。まあ、予想で言うなれば、正直僕は、久保田は、どっちかっていうと出やすい方じゃないのかなと思って見てます。久保田、それから、小山、島崎さんかな、この人が出やすいのかなって思ってて、追いかけてるんですけど、今のところちょっと S の姿も見れてないので、飲みすぎたなぁ。行 きましょう。さあ、SS レア1枚確定プライムマスターズセレクションメガボックスということで、1枚が、限定決定となっております。そして限定パックが6パック、ブラックパック4パックということで、引けていいんですよ。それまでに。今のところ SS の姿はサンタナ、確定サンタナのみです。サンタナの能力見てないけど、どうなんかな。さあ、限定バッグから、至って普通の選手たちが出ております。ノーマルパック。あ、限定じゃない、ブラックパックか。全然でもブラックで割れてくれるっていう道もあっていいと思うんですよ。ブラックが割れてもいいと思うんですよ。でもなんか最初から A の率は高いですよね。これはちょっと嬉しい。少しホッとするところ。しかし、最後まで A ですね。さあ、ブラックパックもラストぐらいかな？いいんですよ。本当に。本当にいいんですよ。おっと。嫌いになるぞ。なんかコロプラが新しいゲーム出すらしいですね。白猫ゴルフが出るらしいです。白猫テニスが出たんですけどね、ゴルフが出るらしいです。さあ、もうちょっと急に絞り出したな。さっきまではかなり出てたんですけど。さあ、確定はなし。あ、しかし1枚目から A です。さあ、2枚目 A、3枚目も A ということでね。なんやろうな。やっぱ課金関係ないですね。毎回僕言うてますけど。さあ、山岡 B。さあ、福田。何もない。何も言うことはない。どうですか？うわ、今度 B2 枚。初めてかな？ B2 枚からの、おお、石 S。S はほぼコンプリートでいいと思います。限定 SS が見た、あ、すごいな。一応、A は多いけども、割れてほしいんです、ちょっと。A がただ多い。あくまでも A がただ多い。こんな出えへんか。A は多い。こんな出えへんか。割れてくれていい。おい、C も出てきた。誰が出ても覚醒素材はたくさんあります。ははは。マジか。ここまでないか。追うしかないんかな。いや、もう希望は久保田一択で行きましょう。ここまでないか。もう一回追うか。今69なんで、ジュエルが。でも110まで貯めないと2回追えないんですよね。だからやっぱり全国制覇しないと無理か。行きたいと思います。さあ、お願いします。嫌いになるぞ、本当に。わあ、わあ、すごいの出た。すごいの出たな。久保田よりもやな。すごいの出たな。
やっぱ松井和夫で溢れてますよね、バーサスの中。すごいな。松井和夫出ても喜ばんのかって言われそうですけど、僕この一本前の動画でも言いましたけど、坂本と野村健次郎さん持ってるんですよ。まあでも松井和夫やね。いやー、ピッチャー欲しかったなー。これあれなんですよね、もう最初から無理やと思ってたからあれなんですけど、確かボックスで246確定なんですよね、プライムマスターズね。あと2回引けたらどうにかなると。どうにもならんかもしれんし、どうにかなるかもしれんし、もうあとでも時間が17時間なんで、17時間以内に僕が全国を回れるのかっていうところなんですけども、全国を回りたいと思います。いけるかな。いける。まあ、でもめっちゃくちゃ久保田欲しかったんですよ、ほんまに。めっちゃくちゃ久保田欲しかったです。でも全員が松井和夫って言うと思いますけども、僕はもう本当に久保田が好きなんですよ。いやー、そうか。ということで、今回はプライムマスターズセレクションでした。またね、開封動画がもしも上がったとしたら、僕はこの17時間で頑張ったんだなと思っていただきたいなと思います。頑張っては見る、頑張っては見ますけどもね。そうか。いやいや、ありがたい、ありがたい。打線がどうなるのかよくわかんないですけども、一回ちょっとだけオーダー見てもらっていいですか。そのね、限定選手の恩恵を受けるには、坂本がいるわけですよ、まずうちのチーム。坂本がいます、日本代表坂本がいます。まあもちろん走塁は松井和夫の方が上なんですけど、坂本がいます。で、 DH にこの能力が DH にいるわけですよ。まあ走塁値はちょっと低いんですけどね。これだからオーダースキル全て発動させようと思ったら、1番松井和夫という形が安定するので、まさかの野村健次郎さん残しになるんですよ。走塁値低いですけど、野村健次郎さん残しで、坂本ベンチです。すごいな、なんか重課金になってきましたね、うちもとうとう。走塁 A を持ってないんですよね。あ、一応柳田はいるんですけど、いけるか、野村健次郎さん外して、で松井和夫を右という体で組めばいいのかな。ひょっとしたら便利、両打ちがいるって便利、すごいな。両打ちがいるって便利ですね、すごいな。2回言いましたけども、ということでですね、大物との対決が増えてきたんですけども、僕もやっぱりサンドバッグ的にもたまには勝ちたいので、今回はちょっと追いかけてみました。残り17時間もう一度終えたら追いたいと思いますので、ぜひとも、もしもね、投稿した時は笑って高評価なり低評価なり押していただけたらと思います。ではご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など、人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいものを。